こんにちは、慎太郎です。今回はエアフォースワンの経年変化実験の第1回目の中間報告ということで、約2週間履いた状態と2週間履いてみて気づいたこと、気になったことについて報告していきたいと思います。その前に、経年変化実験って何の話っていう方に関しては、説明欄に詳細が話されている動画の URL を載せてありますので、もしよかったらそちらもご覧ください。簡単に言うと、10年履いたエアフォースワンがあって、そのエアフォースワンに新品のエアフォースワンをどのぐらいの頻度や強度で使えば最短で近づけられるかなっていう実験をやっています。それで今回はその半月に1回の中間報告になります。早速状態から見ていこうと思うんですが、このチャンネルではおすすめの靴の紹介を中心にファッション関連の動画を発信しています。もしよければチャンネル登録お願いします。それでは早速状態をチェックしていこうと思います。はい、それではアッパーの状態から順番に見ていこうと思います。で、まず左足から見ていきます。で、まずフロント部分ですね。フロント部分の履き地はなんですけど、このようにしっかり入っています。で、この履き地に関しては履き始めからがっつりついたんですけど、まあこれが馴染むまではだいたい1週間ぐらいかかりました。左右差はあるものの、左足は特に細かいシワがこのようにいくつか入っています。特にこの辺ですね、この脇のシワが入っています。で、革の柔らかさについてはさすがにですね、まだ硬いですね。だいぶ硬いです。そうですね、ほとんど、まあ、へこみにくいというか、そういう質感になってます。柔らかくは全くないですね。この横の部分もやっぱり硬いですね。で、他にダメージとかに関しては、まあ、特にないです。まだ磨く前の状態なので、まあ、多少汚れはあるものの、傷とかですね、そういうものに関しては全くない感じになってます。続いて右足のフロントになります。で、右足のフロントの方が小さいシワは少ない感じになってます。さっきの左足の方だとここら辺にですねシワが入ってたんですけど、右足の方は比較的大きいシワだけで、細かいシワはそこまで入ってないですね。このようになってます。まあ、こちらも同様にここに深いシワが1本入るんですけど、こちらもだいたい1週間ぐらいで馴染んだ感じですね。違和感なく歩けるようになりました。で、つま先の方もこんな感じで、左足に比べると右足の方がやや硬いような気がします。これはまあ履き始めの前にクリームを塗ったんですけど、まあ、それの影響が多少あるのかもしれないですね。まあ、ただどっちにしてもまあすごい硬いなというふうに思います。はい、で、左足に戻って、次はサイドを見ていきます。サイドはこんな感じですね。まあ、特に大きな変化はなくっていう感じですね。ここはやっぱり10年履いたやつもそうだったんですけど、サイドの方はすごい時間がかかるかなというふうに思います。まあ、ほとんどシワもつきませんしね。ちょっと触ってみます。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとどころじゃないですね。かなり硬いですね。音を聞こえますかね。ちょっときしむような音がする感じですね。で、手触り的にもちょっとザラザラしてるというか、まだ全然馴染んでない感じですね。で、内側に関しても同じです。内側もこんな感じで、ちょっと硬いですね。っていうか全然硬いですね。やはり、まあ、足にはだいぶ馴染むようになってきたんですけど、まだまだ硬いかなというふうに思います。続いて右足になります。まあ、右足も同じです。ほぼ変化なしっていう感じですね。まあ、足には少しは馴染むようになってくれたんですけど、それでも全然履いてみると違いは歴然ですね。まあ、当たり前なんですけどね。で、こちらも音がまだこのようにちょっときしむような感じになりますね。じゃあ次、内側です。まあ、特に傷とかそういうのも両足ともにないですね。汚れもまあ特にそんなに時間的には履いてるわけではないので、そこまで汚れたりもしていません。今度はヒールです。ヒールはこんな感じ。ヒールは比較的経年変化が出づらいところではあると思うので、まあ綺麗ですね。傷とか汚れとかそういうのもなく綺麗な状態になっています。さすがに今劣化してても困るんですけどね。右足も全然変わらないですね。綺麗な状態です。劣化は全くなしっていう感じですね。で、左右の履き地場を比べていくと、まあこんな感じです。こちらが左足なんですけど、左足の方がこういう細かいシワですね、があるかなというふうに思います。右足はそれに比べると履き地場が入ってない綺麗さがありますね。はい、じゃあここからは右足と左足で分けて、この新品だった方と10年履いた方を比べてみます。フロント部分はこちら。意外だったのはシワ感は結構近い感じですね。
はい、で触ってみると分かるんですけど、こっちがめちゃくちゃ柔らかいですね、やっぱり。でこっちも触ってみるとだいぶ分かりますかね、硬さがすごい、結構強い力で押さないとこうへこまないというか感じになります。こっちはもう軽い力でかなりへこむんで、相当柔らかいですね、やっぱり。うん、硬い、すごい硬いです。でここに関してもだいぶ柔らかいですね。比べちゃうとこっちがペコペコしてるかなっていう風に言ってたんですけど、まあこれを比べてみると、まあ、こっちはすごいペコペコしてるんですけど、まあ、こっちもしてるっちゃしてるんですけど、やっぱりすごいめちゃめちゃ柔らかいですね。あと手触りもちょっとザラザラしてるというか硬いなって感じなんですけど、こっちはもうなんかしっとりしてて触り心地も全然違いますね。でサイドはこっちはやっぱり先ほどもやったんですけどちょっと硬いなと。10年履いたやつはめちゃめちゃ柔らかいですね。もうぐにゃぐにゃに近い感じになってます。細かく見てみるとこういうとこにシワが入ってたりとかしますね。やっぱりこっちはまだまだすごい綺麗ですね。こういうところもこれからに期待ですね。でヒール部分に関してはこんな感じ、まあ、ここに関しては特に変化は出ないかなというふうに思うので、逆に10年もののやつの方はこっちにこういう傷があったりするので、こういうのをなるべく新しい方はなくしていきたいというふうに思います。これはちょっと経年変化とは違って、まあ味といえば味ではあるんですけど、ちょっといらないかなというふうに思うんで、そこは気をつけたいなというふうに思います。じゃあ続いて左足を見ていきます。まあ左足も正直右足と同じような感じですね。そこまで変わらないかなと思います。まずフロントから見ていきます。やっぱりレザーの質感ですね。こうさっきすごいシワが入ってるなと思ったんですけど、こっちと比べると全然大したことはなかったですね。こんな感じでシワが入ってます。でやっぱり触ってみるとちょっと違うかなと。特にこういったところですね、この硬い部分、ここですね、ここが全然違いますね。こっちは軽く押しただけでこんな風になるんですけど、こっちは逆にへこまないっていう感じになってますね。こっちの質感にできるだけ早く近づけられるように頑張りたいですね。ただ履き地の深さとか、まあ細かいところで言うと違いはあるんですけど、履き地の方に関しては意外と早く近づけられるんじゃないかなというふうに思いますね。で意外とこう比べてみると違いがあるのが、こういう履き地よりもこういったところですね、この硬い部分、こういった硬い部分の方が結構違いが大きいかなというふうに思います。こっちが10年履いてたやつですね。やっぱりこういう、特にここのパーツ、ここの硬い部分は柔らかさと質感といい、このシワ感といい、だいぶ違うんだなというふうに思います。やっぱりここがどうしても全然違うなというふうに思いますね。全然もう触った質感ももちろん全く違いますし、見た目的にも意外とここが違いがはっきり出るのかなというふうに思いますね。なるべくこっちに早く近づけるような質感を目指したいと思います。でサイドに関しては、まあやっぱり全然違いますね。革質がちょっと違いすぎるので、これぐらいになんとか近づけるようにいろいろ工夫していきたいなというふうに思います。でヒール部分はこんな感じです。ヒール部分は右足と同じですね。ここに関しては光沢感が違うぐらいでほぼ変わらないと、まあ、多少こういうところにシワは入ってるんですけど、まあ、このシワは正直いらないですよね。かかと踏んでないはずなんですけど、まあ、こうなってると雑ですね。はい、ということでここまでアッパー部分を見てきました。質感に関してはその柔らかさとか手触りとか早くそこにたどり着けるように、まあ、目指したいのと、まあ、じっくり逆に時間をかけなきゃいけないなというふうに思います。で見た目についてですが、シワ感は大まかに見れば割と近いうちに早く近づけそうな気がします。シワが入ってる場所はそんなに変わらないですね。あとは細かいシワだったりとかちょっとクシャッとしてる感じがもう少し出てくるまで時間がかかるのかなというふうには思います。ただそこまで遜色ないところまでは思ったよりも早くいけるかなというふうに思いました。で光沢に関しても出せなくはないと思います。いろいろ方法を考えれば出せなくはないと思うんですけど、こういう履き地の部分の定着とか革の質感を優先したいのと、手入れをしていけば、まあ、自然とこのように光沢が出てくるものなので、光沢に関しては時間をかけてやっていきたいと思います。でここからはその他の部分を見ていくんですが、その他の部分に関してはソールとかインソール、あとはシュータンの部分ですね、この辺を見ていこうと思います。でソールに関しては見やすいようにちょっと掃除してありますので、だいぶ綺麗になっているとは思います。ここがつま先なんですけど、どうですかね、思った以上に擦れてるかなというふうに思います。で真ん中のところがこんな感じ、
まあ、ここに関してもちょっと擦れ始めてるようなそんな感じですね。ヒールもよく見てみるとこんな感じでですね、ちょっと自分的にはこんなすり減るんだっけなって思うぐらいちょっと擦れちゃってますね。それでもかなり丁寧に気をつけて歩いていたので、ちょっとこんなにすり減るとは正直思ってませんでした。特に普段底が薄い靴を履いている方はちょっと高さがエアフォースワンはあるので、そういう意味で地面に擦りやすくなるのでちょっと気をつけた方がいいかなというふうに思います。次はまとめて見ていくんですけど、インソールとシュータンの部分、履き口の部分を見ていきたいと思います。まず左足から見ていきます。はい、シュータンです。ノーダメージですね。履き口も特に大丈夫そうなんですけど、個人的にはちょっと左足のここが当たるので注意したいですね。で、インソールプリント剥がれてませんね。全然残っています。続いて右足見ていきます。はい、シュータンです。こちらももちろんノーダメージですね。で、履き口に関してもダメージもなくって感じですね。で、インソールのプリントも全く剥がれなし。ということで、まだまだ履き始めなので全然ダメージはないんですけど、ただ怖いのが内側の部分ですね。ちょっとかかとが浮く感じがあるので、歩きながら擦れてるなって思うところはあるので、まあこっちのエアフォースファンもそうなんですけど、やっぱり当たる部分というか擦れる部分がここに穴が開いちゃってて、このようにプラスチックというかヒールの音がする感じですね。でこれは左右両方ともですね、穴が開いちゃってる感じですね。まあ、もちろん見た目的には何の問題もないんですけど、穴が開いちゃってる感じになってます。まあ、こうならないように気をつけたいんですけど、気をつけてもいずれはこうなっちゃうかなというふうに思います。まあ、ただなるべくそうならないように気をつけて、なんとか工夫してやっていきたいと思います。はい、ということでここまで状態とその他ダメージが出やすい場所のチェックをしてきました。とりあえず中間報告としてはこんな感じで終わりになります。初めての試みなので、もう少しこうした方がいいとか、こういうところが見たいとか、そういうのがありましたら、ぜひコメントでご指摘いただければというふうに思います。自分もちょっと手探りな部分があるので、もっと見やすくなるように改善していきたいと思います。ということで、以上、第1回目の中間報告でした。かなり拙い内容になってしまって大変申し訳ないんですけど、改善していきながらやっていこうと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。それでは最後に着用動画を流して終わりになります。今回もご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。